汚れてしまいますので、ぜひ落とさないようにお気をつけください。お願いいたします。それでは大変皆様お待たせしました。これより草加松葉夢祭りのプロジェクションマッピングを始めさせていただきます。先にご説明させていただきますが、昨日の雨により機器不良によりですね、本来の機材とは違うもので急遽投影する形になってしまいましたので、本来予定したものと違うものが投影されますが、ぜひ夜の草加松葉のですね、投影をお楽しみいただければと思います。それでは21時まで繰り返し3分間同じものを流させていただきますので、よろしくお願いいたします。